トロッコにはゾンビや村人が乗せられるけど、他にはどんなモブが乗せられるのかな？まずは蜂をスポーンしてみます。と、問題なく乗りましたね。なぜか飛んでいかないのくさ。次は同じく空を飛ぶファントム行ってみましょう。で、これも余裕でクリア。いやこれどう考えても収まってないよね。じゃあ小さいコウモリももちろん乗せられる。と思ったけど乗せられませんでした。どういうこと？次は海のボスエルダーガーディアンです。これは水の生物だからさすがに乗せられますね。ボスモンスターまで乗せられるのかよ。ラベジャーはさすがに凶暴で無理なはず。と思っていた時期がありました。どう考えてもはみ出てるんだよな。ならさらに大きいガストで決着をつけるぞ。クソ、なんで乗れるんだ。もはやトロッコが見えなくなっててくさ。というわけで最終決戦、コマンドでしかスポーンできないジャイアントを召喚してやるぞ。いやそんなことしたらさすがトロッコ最強すぎるだろ。逆に乗らなかったコウモリが最強説。